皆さん、今回はできないのは、あなたのせいじゃない、ブレインロック解除で潜在能力が目覚めるという本をご紹介します。この本は、私たちが無意識のうちに抱えている思い込みや固定観念、いわゆるブレインロックを解き放ち、人生の可能性を広げる方法を教えてくれる一冊です。自分の潜在能力を最大限に引き出したい方、今の生き方に何か物足りなさを感じている方には、特におすすめです。ぜひ、最後までご視聴ください。 今回の解説ポイントは次の通りです。1ブレインロックとは何か。2ブレインロックはどこから来るのか。3ブレインロック解除の方法。4お金と仕事に関するブレインロック。5人間関係におけるブレインロック。6ブレインロック解除がもたらす効果。まず、ブレインロックとは何なのでしょうか。著者の勝間和代さんによると、ブレインロックとは私たちが無意識のうちに囚われている価値観や考え方のことを指します。 言い換えれば社会的洗脳とも言えるものです。これは幼少期から親の教育や社会的なメッセージによって知らないうちに形成されてしまうもので完全に逃れることは難しいとされています。ブレインロックの源は主に3つあります。1つ目は家庭です。多くの親は子供を思うあまり自分の価値観や考え方を押し付けてしまいがちです。2つ目は企業です。社会人になると会社の価値観を過度に優先してしまう人が増えます。 三つ目はメディアです。例えば、構成世界仮説という考え方があります。これは、悪い人には悪い結果が、良い人には良い結果がもたらされるべきという、社会的な認知バイアスのことで、現実世界では、そうとは限らないにもかかわらず、多くの人が、この考えに縛られています。では、どうすればブレインロックを解除できるのでしょうか著者は、二つの方法を提案しています。 一つ目は自分を疑う習慣を持つこと。自分の価値観や思い込みが本当に正しいのか、常に疑問を持つことが大切です。二つ目は、直感や無意識に身を任せることです。意識的にコントロールする時間を減らし、無意識を解放することで、新たな可能性が開かれるかもしれません。本書では、特にお金と仕事に関するブレインロックについて、詳しく触れられています。例えば、月収は大体こんなものという思い込みや、 誰よりも頑張って働かないと、お金は稼げないという考えがあります。しかし、これらは必ずしも正しくありません。自分の市場価値を知ることや、労働収入だけでなく、資本収入にも目を向けることで、新たな可能性が見えてくるかもしれません。人間関係においても、ブレインロックは存在します。人見知りだから、人とうまく話せないという思い込みや、上司の頼み事は断ってはいけないという考えが、その例です。 しかし、実際にはほとんどの人が人見知りであり、適切な自己主張は、健全な人間関係を築く上で重要です。ブレインロックを解除することで、私たちの人生はどう変わるのでしょうか。著者によれば、これまで見えなかった情報や選択肢、機械が視界にどんどん飛び込んでくるようになると言います。そして、人生の可能性が格段に広がり始めるのです。この本は、自分の可能性を最大限に引き出したい人。 今の生き方に何か物足りなさを感じている人にぜひ読んでいただきたいです。特に仕事や人間関係、お金の面で悩みを抱えている方には問題の本質に迫るヒントが詰まっています。本書を読むことで自分自身や周囲の人々の言動に潜むブレインロックに気づくきっかけを得られるでしょう。そしてそれらを少しずつ解除していくことでより自由で充実した人生を送れるようになるはずです。 例えば、仕事面では、これまで当たり前だと思っていた働き方や、評価基準を見直すことができるかもしれません。それによって、自分の強みを生かした、新たなキャリアパスが見えてくるかもしれません。お金に関しては、投資は危険。お金持ちになるのは、悪いことといった思い込みから解放され、より柔軟な資産運用の方法を学べるかもしれません。 人間関係においても、自己主張は悪いこと、人に嫌われてはいけないといった考えから自由になることで、より健全で充実した関係性を築けるようになるでしょう。著者の勝間和代さんは、人はいつでも変化できるというメッセージを本書に込めています。たとえ今、自分の人生に行き詰まりを感じていたとしても、それはあなたのせいではありません。ブレインロックという社会的な制約があなたの可能性を狭めているだけなのです。 この本を読むことで自分自身を客観的に見つめ直す機会を得られるでしょう。そして自分の中に眠っていた潜在能力に気づき、それを引き出すヒントを見つけられるはずです。ブレインロックの解除は一朝一夕には行きません。 しかし、この本を読んで最初の一歩を踏み出すことで、あなたの人生は確実に変わり始めるでしょう。より自由に、より自分らしく生きるための道筋が見えてくるはずです。皆さん、もし今の人生に何か物足りなさを感じているなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。きっと、新たな可能性への扉が開かれることでしょう。